ハンターは陸上自衛隊が最も多く保有する多用途ヘリコプターであり、航空偵察および物資空輸等を実施して様々な災害派遣で活躍しています。災害指揮所、こちらはハンター。被災家屋発見、地上からの細部偵察頼む。災害指揮所了解。による空中からの偵察により被災家屋を発見、細部偵察のため地上部隊へと情報が引き継がれます。飛行指揮所、こちら災害指揮所。被災地区へオートバイを空輸せよ。偵察をもとにオートバイの空輸が実施されます。海上右手からオートバイを積んだハンターが侵入してきました。ハンターは機内に救援物資のほか最大2両のオートバイを積載し、空中を起動することが可能です。搭乗員を紹介します。海上正面左、ハンター1番機機長笠井1位、中森1位、搭乗整備員橋本2曹、尾崎2曹。海上正面右、ハンター2番機機長柴田3佐、副操縦士小野1位、搭乗整備員新田3曹、住石です。災害時等には迅速な偵察部隊の空輸により被災地域の細部確認判定が可能になり、被災者の発見が早まります。こちらハンター、オートバイ遮断完了、離脱する。本日のオートバイによる偵察部隊は被災駐屯地に所在する第33通過連隊の隊員です。指揮所、こちらオート、地上からの接近経路なし、ヘリコプターでの救助を頼む。オートバイ隊員が孤立者を確認、ヘリコプターでの救助に移ります。海上右手から UH60、通称飛龍が侵入してきました。飛龍はホバリング時に高度を自動で保持できるため安定性に優れており、迅速な救助が可能です。こちら飛龍、孤立者確認、侵入する。ホイストとは主に人員救助のための装置で、ワイヤーと巻き取り機によりホバリング中の航空機から人員の吊り下ろし、吊り上げを可能にします。搭乗員を紹介します。機長稲田3佐、副操縦士古谷1位、機内安全西野2曹、操作員成田2曹、救助員西2曹です。クイックストラップとは短い時間で人員の吊り上げを可能にする救助装置です。
はよく笑うところだそうです。このあと陸上自衛隊が保有する最大のヘリコプター CH-47 通称キャリアでの被害検証スリングによる高機動車の空輸を皆様にお見せする予定でありましたが、現在愛媛県大洲市における山林火災に対する災害派遣中のため本日は参加しておりません。キャリアは機内および機外に重量物を搭載した飛行が可能で、大きなバケツ、通称バケットを吊り下げ、手間火事などに対する空中からの消火が実施できます。